はい、どうもどうも、日暮らしなまずです。今回はグッドさん JP っていう、方がいるんですけど、その方からもらった、カブトムシの幼虫を掘り出していきたいと思います。まあ本当は動画にするつもりなかったんですけど、まあ、今日6月4日は、虫の日ということで、まあなんか虫系の動画出したいなと思ったんですけど、まあこういうただニジロクワガタに餌あげる動画とかそういうのよりも、こういう掘り出し系とかの方がまあいいかなと思ったんで、カブトムシくんを掘り出していきたいと思います。まあ多分小映えがすごいな。多分もうカブトムシになってると思うんですけど、ちょっと見えないんですよね。このあのスモークがかかっちゃってるんで、サナギの状態が見えないので、まあとりあえず掘り出していきたいと思います。プラスドライバーを使っていきます。あ、でも意外と、ちなみにこのこの土は一回も変えてないです。マット交換はしていないです。まあ、結構グッサンさんにもらった、時期がもう3月とかだったんで、マットの交換はしませんでした。うわー、出てきた。難しいな。うわー、いや、カブトムシ、よっと。いや、なんか懐かしいですよね。ちょっとやっぱマットの交換をしてないんで、ちょっと小型になってます。おお、危ない。いや、やっぱいいなカブトムシ。まだ歩きがあまりできてないですね。では一気に、あと3つあるんで、それもやっていきたいと思います。カブトムシの、多分これメスですね。メスが見えてきました。出してみましょう。あ、結構ちっちゃいな。あ、いていていて、メスは痛いな。はい、こういう感じです。ちょ、ピントが合ってないですね。あー、懐かしい、この匂い懐かしいです。いやー、なんかメス好きなんですよね、僕。カブトムシの可愛くないですか。なんか、いや、このメスもかなりちっちゃい方だと思います。よし、では3本目開けます。はい、では見えてきたんで取り出していきましょう。よっ、いや、同じぐらいの大きさだな。はい、こういう感じになります。結構足とかもしっかりしてますね、 こっちの方が。最初の1匹目の方は結構歩くのがまだままならないというかっていう状態だったんですけど、この子は、結構しっかりしてます。ちょっとだけ赤が強い気がしますね。ちなみにこのグッサンさんが、まあ、これ増やしたんですけど、それの種親は、カブトムシが赤みの強いカブトムシだったらしくて、まあそれが遺伝してんのかな。結構、まあ、このオス2匹なんですけど、このオス2匹は赤みが強い気がします。では最後の瓶開けていきます。はい、最後の1匹が見えてきました。ちょっと逆のお尻の方を向けてるので取り出しにくいです。多分この子もオスですね。よっ、いや、全部変わんないな大きさ。やっぱりマットの条件が、全てのマットが1回もマット交換をしたことがない
で、瓶の大きさも全部一緒っていう状態で全て育てたので、結構大きさが変わらないですね。こうしたら分かりやすいかな。よ、はい、こんな感じです。あ、逃げちゃった一匹。でもなんとなくなんですけど、この一匹、この真ん中にいる、わあ、ごめんごめんごめん、はい、この、うん、いでででではい、この一匹だけはこう角、ここの角、ここの部分、なんていうかちょっとよくわからないんですけど、ここの角の部分がすごい立派な気がしますね。この一匹だけは。あ、まあでもこの子も結構、なんかカブトムシってなんかすごい久しぶりに見たんで、これが普通なのかもしれないんですけど、なんかこの子だけこう、あ、やばいやばい、比べると角がしっかりしてる気がします。ではちょっとここの砂を取っていきたいと。はい、こんな感じになりました。オスの大きさは本当に、もうみんな変わらないんですよね。変わらず結構中くらいの大きさだと思います。ちっちゃくはないんですけど、大きくはないです。で、このオス、このオスだけここのね角が、しっかりしてると思います。うん、はい、こういう感じで、まあ、オス3匹メス1匹になっちゃったんですけど、まあ、このオス2匹は、多分、近所の子供に、欲しがってる子がいるので、まあ、ペアじゃないんでメスも2匹捕まえなきゃいけないんですけど、ペアであげたいと思います。で、このどれだっけな、この角がしっかりしているオスだけ、まあ、ペアで一応飼育していこうかなと考えています。日本の森を意識した、まあ、クワガタカブトムシテラリウムを、制作したいなと思っているので、まあ、そういうのに使ったりで、今回はもうカブトムシは増やす気はないので、ここで終わりにしたいと思っています。まあ、こういう感じで元気な、カブトムシが、まあ、たくさんというか、まあ、4匹中4匹、生まれてきてくれてとても嬉しかったです。やっぱメス可愛いですね。メスがめっちゃ好きです僕。で、まあ、告知というか、まあ、やりたいことで考えてることは、まあ、さっきも言ったんですけど、日本の、まあ、森を意識した、カブトムシクワガタテラリウムを作りたいと思っていて、まあ、水槽の大きさはだいたい60センチの、まあ、ワイド水槽を、使おうかなって考えていて、で、まあ、入れる生態はやっぱりノコギリクワガタ、だったりコクワガタだったり、カブトムシだったり、まあ、他は多分ここら辺ではクワガタを捕まえることができないんで、まあ、その3匹、その3種類で、あとカナブンとか、なんかあまり飼育されない、生態もちょっと入れて、本当に日本の、森を意識したクワガタカブトムシテラリウムを作りたいなって考えていて、カブトムシ逃げてたし、あとはまあ虹色クワガタを飼育しているんですけど、まあ、虹色クワガタの、まあ、住んでるところを意識した、まあ、オーストラリアに住んでいて、まあ、それを意識した、テラリウムを30センチの、排水槽で、まあ、立ち上げたいなって思っていて、まあ、その2種類の、クワガタテラリウム、クワガタテラリウム、あるいは、カブトムシクワガタテラリウムを、作りたいなと考えているので、まあそれも、うん、近日ではないんですけど、まあ夏休みくらいかなになると思うんですけど、公開すると思うんで、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。まあ何かこう
歌舞伎はテラリウムをするにあたってのなんかアドバイスとかあったら、コメント欄で書いてくれるとまあ嬉しいです。はい、では、まあ、今回は虫の日ということで、まあ、虫といったらこう日本のカブトムシかなと思ったんで、カブトムシの掘り出し動画を行いました。はい、ここまでご視聴してくれた方ありがとうございました。ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。ではさよなら。